さあファビュラスライド、お知らせを挟んでは今夜のゲスト2人目のジャイナが登場。お楽しみに。めぐるのナビゲーターをお送りしています。ジップエフエムファビュラスライド。ここからはゲストコーナー。今夜のゲストはこの方です。こんばんは。2人目のジャイナのボーカルマサです。4月23日にアルバム3枚目のジャイナをリリースした歌物ブラスロックバンド2人目のジャイナボーカルマサさんです。よろしくお願いします。お願いします。もうね、楽曲を早速聴かさせていただきまして、はい、ありがとうございます。エロかっこよすぎるぞと。いやいいですね。録音していいですか今のいい声このループしてライブで使ってください。エロかっこいい、エロかっこいい、いいですね。乗ってきます。いや俺あのプロフィールを見てた時に、はい、今のシーンに風穴を開けてやるみたいな、はい、一文があったじゃないですか、はい、やっぱりこういいものを作っていきたいっていう、そうですね、その面でも大きい、はい。音楽でいうとこれどういうジャンルになるんですか。そうですね、これ未だにあの答えは出てないんですけど、うん、この前にある、ま、雑誌にちょっと書いていただいてたのコメントを読んだんですけど、ジャンル分けなんか関係ないジャイナって書いてあったんですよ。ああ嬉しいなと。なるほどな。だからもうやりたい放題のパーティー版って書かれてて、いや本当に2人目のジャイナの何よりのまず魅力っていうのは、はい、心の高い演奏力であり、はい、ありがとうございます。やっぱりその中で裏付けされたアレンジ力であったりとか、逆に言うと野村さんにボーカルの方前にして、はい、もう楽器だけでもかっこいいっていう。おお素晴らしいちょっと話しましょうかいい意味でね。ありがとうございます。それはもうめちゃくちゃいい意味でですよ、はい、もちろんそこにマサさんのシックなボーカルが乗って、はい、2人目のジャイナとして完成するっていうのは、そうですね、かなり安心して歌えるメンバーではあるので、うん、何でもやれるし、これだけいると。いやでも2011年結成されて、はい、男性9人組ですよ。そうですね、男性9人ってこれまたもう移動中とか大変、ね、あのむさ苦しいまあそうですね、その単語が一番しっくりくるかなとは思うんですけど、男だけってのこだわったんですよね。ああそうなんだ、はい。もともとメンバーをこう結成される時のなんかこうどん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 集まってきたのか、なんかこう元のコンセプトがあって、いや集めたのは1日で集めたんです。そうなんすか。もう電話で電話でちょっとやろうよっていう思い出れたから、はい、まあ、ずっとエンターテインメントをやりたくて、はい、僕はそれまでにやってた活動もあったんですけど、その時からずっと思い描いたプランをちょっと1日でこうバッとやったら、まあ、だからこのメンバー以外声はかけてないんですよね。もうじゃあ本当に声かけたメンバーがきれいに全部、そうですね、集まって、はい、でドラムはパーカッションが連れてきたとか鍵盤はギターが連れてきたってあるんですけど、まあ、基本はもう一発で揃ったぜみたいな。ちょっとそのマサさんのルーツみたいな部分をお伺いしたんですけど、もともとそのどんな音楽を聴いてきてどんなバンドをやってたみたいな。そうですね、もともとは僕はアコースティックユニットをやってましてカフェミュージックに並んでました。そんな高さ15センチみたいな帽子かぶってそうですか、コースティックユニットやってたんですか。そうですね、はい、だからこうなんていうのかな、見づらかったですね。もう俺違うぞって全国回ったりとか海外行ってなんかこう、そうそう今日ありがとう、なんかお茶飲みながら歌ってました。そんなことはないけどでもそれで、まあでも僕はもともとそのブルースブラザーズとか、うん、ジャミロクワイ、マーシントジャズだったり、ソウルだったり、モータウンだったり、日本だとコメコメだったり、まあ、そういうこうエンターテインメントだったり、まあ、久保田さんだったりバブルガムだったりみたいな。いやもうサウンドからめちゃくちゃ伝わってきます本当に。はい、なんでアシッドジャズ、最初はアシッドジャズを日本にして、でモンドグロッソとかまでよりももっとポップにしたらどうなるだろうなっていうところから最初はしてスタートしてるんですけど。なるほどね。でも気がついたらこうアッパーな感じが結構、いやでも楽曲も結構そういう今おっしゃったようなシックな感じであったり、まあその中でもアッパーでちょっとこうポップス感がある曲だとか、まさにだから今回のそのアルバムの1曲目に入ってる、はい、と「めぐるめぐる」、そうですね、とかは。なんで気づいたんですか。ちょっと待ってくださいね、もう一回言ってもらっていいですか僕は悪かった。いいえ、めくるめく、はい、めくるめくとか、はい、
ちょっとこうファンキーな、そうですね、ジャジーな感じでかっこいいナンバーもありつつ、はい、なんかこう7曲目のうつろうセグメントなんかは、はい、そのちょっとこうファンキーな感じ、アシッドっぽい感じの中でもポップスの要素をまさにこうちょっと足したような感じのテイストとか、4曲目のラストページなんかもすごくバラードのナンバーでとか幅広さっていうのもやっぱ感じたんですけど、そうですね。で今おっしゃってくれた2曲はうちのギターが作曲していて、うん、で僕が歌詞を変えたりとかもしてるんですけど、うんうん、いやでもあの本当に先ほども僕言ったんですけども、その演奏の上での、このね、かっこ楽曲としてのかっこよさっていうとはもちろん魅力的なんですけども、メンバー9人いると、はい、楽器も様々、はい、だとちょっとご紹介いただきたいんですけれども、はい、まあ、パーカッション、はい、パーカッション、まあ、あとはトランペット、トロンボン、サックス、鳴り物だけで3本、はい、この4つが基本的にあんまりいないですよね。あとはまあギター、ベース、鍵盤、ドラムス、あとボーカル、これで9個ですね。9人、はい。先ほどの1日でメンバーにみんな電話したっておっしゃったんですけど、うんうん、はいはい、その9人を集めた時の自分の中での頭の中にはどんなビジョンがあったの？まあ、それまでの僕のユニットで全国を回っていて、この人たちと音を奏でたらすごい楽しいんじゃないかなっていうのがまず一つだったんですよ、うん、で、ステージングで僕らすごく飽きっぽいので楽しくないと飽きちゃうんですよね、うん、だから楽しくて楽曲もかっこよくて演奏も良くて歌も上手でっていうバンドを作ってみたいと思ったんですよ。何か1個とか何かを突出してるバンドはいっぱいいるんですけど、全部があるバンドになりたいってすごくその時にすごく思って、でそれがスタート、まあすごい大それた話だとは思うんですよ。まあ人のね好き嫌いもあるし好みもあるだろうけど、俺の思うこう夢をこのバンドにこう詰め込んだらどうなるかなと思って。なるほど。ちょっとなんか締めっぽくなっちゃうかもしれないんですけど、はい、マサさんとして今のその2人目のジャイナー、いまだにメンバー9人いる中で、はいはい、どうなんですか、その自分の見えてる完成度にこうも結構近づいてきてるのか。そうですね、なんていうのかな、でも全然できてないところはいっぱいあるんですよ、うん、ただいろんな人が助けてくれたりとか応援してくれたりとか、いろんな場所でライブが決まったりっていう考えてるところはちゃんと終えてる感じはするんですよね。しっかりと前に進めてる感じはするので、うん、今の段階での例えば旧大点は超えてるんじゃないかとか、ある意味音楽的にはもうまだまだだねとか思ったりとか。今回ね4月23日に、はい、アルバム3枚目のジャイナーというのをリリースされました、はい、今回は全部で7曲入りの、こちらのアルバムなんですけど、はい、個人振り返られてどんな1枚になったのか、さっきもちょっと言ったんですけど、いろんなジャンルおっしゃっていただけたように入ってるので、うん、まあ、ある意味ベスト版みたいなもんなんですけど、精一杯というか今の自分たちの全てを詰め込んだ、この曲が届かなければ多分どこまで行っても僕たちの曲はあなたには好きでいてもらえないのかなと思うぐらいの全力を詰め込んでいて、で前々回とか前回よりもかなりスケールが上がっているので、この PV も撮っていただいたりとかしてるんですけど、まあ映画会社の方が撮っていただいたりとか、なんかすごく自分たちの力のところにはたどり着けた気がしますね。なるほど、はい、やっぱり これだけ楽器がたくさんあると、まあ、ぶつかったりであったりとか、はいはいはい、結構重ねるって作業、うん、意外に美味しく聞こえるんだけど、まあ、料理でもそうじゃないですか、盛りすぎると何が何だか分からなくなるってことが、ね、何者だけでも3番もありますし、はい、じゃあ例えばドラムとパーカッションがぶつからないのかとか、うん、そういう部分も非常に難しいと思うんですけども、はい、音楽ってやっぱりこう DJ やられると分かると思うんですけど、はい、やっぱりメインは引き算だと思うんですよね、うん、そうですね、基本どれだけこう綺麗に弾けて、うん、そこにお客さんの気持ちをこうなんていうか連れてこれるかなと思うので、うん、そこは気をつけてるところではありますね。なるほど。今とその立ち上がった時と、うん、まあ、今回が、3枚目のジャイナというところなんですけど、はい、今も昔もその変わらない自分の中での音楽作りで大切にしているとことか。そうですね、大事にしてるのはやっぱり僕感動って大事だと思ってて、それも音楽に関わらずなんですけど、スポーツ好きな人も例えばサッカー好きな人も全部が好きなんじゃなくて、ある時の逆転ゴールに心が動かされたとか、本を読んでてこの一節に心が動かされたってあると思うんですよ。で音楽も絶対それが大事で、音楽的なことはそれほど僕は達者じゃないんですけど、心が動く瞬間だけは大事にしたくて、だそれはライブなり楽曲にしろ、心がこのゴトって動く瞬間を伝えたいと思って、それだけは大事にしてますね。なるほど。昨年のジップのイベントのサカスプリー、はい、ね、出ていただいて、プレイをしていただいて、うん、始まった時がまあ言ったらアウェイじゃないですか、はい、東京から来て、はい、2人目のジャイナーですなんつって始まって、まあ、15人ぐらいしかいない中で、はい、
終わったら、そうですね、満員みたいになってて、本当にうちらがこう帰ってもアンコールの拍手が鳴り止まなかった時はすごいなんかこう心が、僕たちも動きましたね。こういうことあるんだなと思って、ああいうライブをするためにミュージシャンって多分生きてると思うので、そういうライブをしにまた来たいですね。また9人もいると迫力もすごそうですね。そうですね、それを見ていただきたいですね。ぜひ結構もう個々にガンガン動いてたような感じ。そうですね、あライブですか、それとも活動ライブ。ライブはもうめちゃめちゃ動きますね。動くし、全員でフォーメーションじゃないですけど、多分あんまり今見た時ないようなライブを見せることはできる。フォーメーション、はい、よし、42から34さんと行きましたみたいな。そうです、本当にでもそんな感じですよ。あれマサさんいないよみたいな、センターにいたのにあれいねえじゃんみたいな。あのね、いなくなるのはトロンボーンですね。トロンボーン、ね、トロンボーン、あの長さ感でいなくなる。あの長さ感でいなくなりますね。トロンボーンしかステージにいないとかですか。マジかよっていう。なるほどね、はい、いやでもやっぱそれがライブの醍醐味であり、はい、なんかこう音楽家としての嬉しい部分ですよね、はい、ガッツリロックしてやったぜ。そうですね、なんか先ほどお聞きしたら2人目のジャイナはみんなそのアウェーでやるのがすごいね。そうですね、なんだっていう、初めて見る人ってやっぱ知ってる曲じゃない、知ってる人じゃないとある程度壁があったりするじゃないですか、うん、そこを乗り越えて今日来てよかったとか、時間とかお金を使って来てる人にそれ以上に得をしたって思ってもらうことが多分幸せなんですよね。だからそれ欲望ですよね、うん、そうやって人の気持ちを動かしたいっていう欲望を叶えるためにやってるので、だからそのアウェーっていうのはそれ一番感じれる場所だし、もちろんワンマンとかでみんな来てくれるのはすごい嬉しいですし、そこにたどり着くためのプロセスとしてアウェーはやっぱり大好きですね。だってワンマンでやっぱりみんなが2人目のジャイナーを知っててやるライブの環境と、はい、ファイサカスプみたいにいろんなバンドでいろんな音楽を楽しみに来てる人たちの中でやるのとはまた違いますもんね。そうですね、醍醐味だったりも、はい、で燃えますしね、いろんなバンドいますからね。でもそこでやっぱりロックするバンドって俺やっぱ本物の音を鳴らしてる人たちであり、やっぱりなんか音楽の魅力であり、はい、どこが引き込まれる部分っていうんですか、俺やっぱだすごいなと思いますもん。わっ、本当ですか。なんか最後の最後蓋開けてみたらこんなこの人たちも染まっちゃってんじゃん、ライブハウス一色みたいなとか。嬉しいですね、そういうのが。まあ、その、サカスプに、はい、今年も、はい、登場してくださるということで、はい、ぜひね、6月7日土曜日、8日、日曜日に開催のサカイスプリング2014も、はい、遊びに来ていただければと、はい、思います。ぜひ見てください。それでは、そろそろお時間となってしまったんですけれども、最後に1曲、はい、お届けしてお別れしたいと思いますが、何の曲にしましょう。そうですね、それではその PV などを撮ってもらった、はい、3枚目のジャイナから聴いてください、はい、めくるめくめくるめくるでめくるめくまた最初からやり直しましょう。そうですね。今夜のゲストは4月23日にアルバム3枚目のジャイナをリリースした2人目のジャイナのボーカルマサさんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。
顔も見えない薄明かりからも指先も比べてる秘密のルールは誰のため静かに薄く笑うのさ君にとってその秘め事戯れでどうしようもない俺にとってこうするのはごまかしそのものさサイトに貸した言葉の価値は遠ざかる君だけのもの分かって